荒木教授は、日本の実業家、島根電工社長。島根県出身、雲南市三戸谷町を生まれ、駒沢大学法学部卒業。東京の芸能プロダクション勤務を経て1972年、島根電工株式会社入社。1985年出雲営業所、所長。1989年取締役。1996年、常務取締役。 1999年専務、取締役、2004年代表取締役副社長、2010年代表取締役社長に就任。公共事業中心の経営の先行きを懸念し、小口工事、提案営業に経営をシフト。公共工事受注主体から、住まいのお助け隊による小口工事の受注拡大に成功。バブル期よりも売り上げを倍増させた。また、 週3日の農産業で、プレミアムフライデーの実施など働き方改革を進め、離職率1%の社員が辞めない会社にする。さらに全国で、フランチャイズ展開を開始、同業者40社以上の経営支援を行う。島根電工を中心として、同社100%出資の新生技研株式会社、岡田電工株式会社、共和通信工業株式会社から構成される。 島根電工グループのトップも務める。2018年6月、お助け隊とそのフランチャイズ事業が、きらりと光るサービスのビジネスモデルであるとして、日本サービス対象地方創生大臣賞を受賞。島根県立大学理事、一般社団法人、日本伝説工業協会理事、一般社団法人島根県電業協会会長など、を歴任。人とカレー姫。 半世紀にわたり、培った、教育制度が育む、期待を超える感動島根電工株式会社。2019年2月10日閲覧。リフォーム産業新聞2017.1。3。島根電工、小学工事軸に、リフォーム売り上げ70億円。2019年2月10日閲覧。Web、宮崎中央新聞。建設業から、サービス業へ。 2019年2月10日月ラ中国経済連合会。2018年6月。日本サービス対象地方創生大臣賞受賞。2019年2月10日月ラ島根県立大学。法人役員。2019年2月10日月ラ島根県電業協会。組織図。2019年2月10日月ラ島根県経営者協会。 役員一覧、常任幹事、2019年2月10日一覧。社会福祉法人、経人会。経由会役員一覧。2019年2月10日一覧。経済産業省。おもてなし経営推進フォーラム委員中国。2019年2月10日一覧。日経 BP、講師紹介。2019年2月10日一覧。税理士法人レガシー。 講師紹介。2019年2月10日閲覧。日本経営合理化協会。講師紹介。2019年2月10日閲覧。セミナー情報。コム、荒木教授プロフィール。2019年2月10日閲覧。経済産業省中国経済産業局。春列ポ中国地域2014年8月号。テクノエッセー334。探り当てた金の鉱脈。 2019年2月10日閲覧。和歌山県。労働セミナー2019.129。2019年2月10日閲覧。人を大切にする経営学会。第3回全国大会。2016年8月。2019年2月10日閲覧。サービス産業生産性協議会。日本サービス対象フォーラムン福岡。 受賞組織報告会2019年3月、2019年2月10日閲覧、木の国や書店、不思議な会社に不思議なんてない、2019年2月10日閲覧、ありがとうございます。